チャオ、あっちゃんです。今日2月の21日、あっちゃんのお昼ご飯やねんけどね。あんまお腹減ってないね。だからね、とりあえずね、野菜ジュース。うん、美味しい。野菜ジュースと、黄色い緑黄色野菜の野菜ジュースと、トマトジュースと、酢と混ぜた、うん、とバナナとゆで卵で食べたいと思います、はい、あんまりね、中減ってない、全く減ってないわけでもないよね、うん、食べられへんこともないんだけど、なんかこうそんなに食べたいと思わへん、なんかそういう時もういいやと思ってゆっくり食べようと思ってさ、卵を、うん、トリュフソルトで食べますね。トリュフソルトをちょっと手につけて、うん、うん、よっ、うん、トリュフの香りがすごい、うん、金取ったから地元仙台でなんかパレードするねっていいね、なんかね、行きたいな仙台行きたいな。谷君って仙台やってるの知らんかった、うん、カーリングの人や、カリングの人は北海道ね、うん、うん、うん、おいしい、うん、固ゆでの卵好きよ、あーちゃん、うん、なんかね、うん、半熟の好きは好きやね、でも、うん、固ゆでの方が好きでさ、北海道の方言で作戦会議、バナナ食べよう、うん、あ、同じ水筒やれ、量のとカーリング選手、うん、
あれの藤沢さんの可愛いね。カナダの選手すごい美人さんおったよ。スイスに勝てば準決勝進出やって今4位ないよ、韓国強いな、7勝してんねや。美味しかった。なんかね、お腹がパンパンやね。何って食べないよな。昨日夜も食べへんかったしね。昨日夜もバナナと遊んでたから。なんやろな。まあ食べられんというか食べへんでもええのかな。パン食べようかな。いやなんかお腹はいっぱいだけど、口寂しいね。なんか口から出たい感じするんだけど。なんか食べとくかな。あ、ここ間違えた。コーヒー飲んでここやん。サプリ飲んどこうと思ってさ。スペラギア。ヨーグルトでも食べようかん。ヨーグルト朝食べんやん。昨日夜食べたから。昼食べやんでもいいんだけど。でも、お腹がいっぱいやな。これね、胃がボーマン感っていうの、身がすごいなんか膨らんでる気がするんだけど、今日何飲んでないな。何かでも食べたい。チーズ食べようかな。なんか食べ、もうちょっと足らん、なんかもう、口を満足させないチーズかな。ちょっと取ってくる。よいしょ。よいしょ。バジルトマトチーズ、
美味しい。どう。何。全部飲んだよ。こんだけ飲んだよ。毎日ね、ちっちゃいグラスにこれぐらい。飲みすぎると肝機能障害になるけども、普通に飲む分には容量を守って飲んだら体にいいらしいね。やっぱ体を飲んですぐには改善せえへんけど、飲んだすぐに薬じゃないし即効性はないけど、ずっと毎日飲み続けることに体が良くなる。慣れてきたもん、あのまずさは。思い出すわ、ミキちゃんと。まずいねっていうのが飲んでた。まあ、味わって飲むもんじゃないけど、ほら。じゃあ飲みましょう。なんでも美味しいもんじゃないわ。これをね、クチュ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 って歯で、あの口の中でグチュグチュしながら飲んだら 歯にもいいんやって。で、まあ殺菌作用があるんやろね。だからのマヌカハニーとかもう口の中に夜塗っといたら虫歯にならへんとかだけど、そんな効果もあるみたいね。いろいろね、もう殺菌作用っていいらしいね。ただ右はね、苦いし渋いし食べられるもんじゃないんで、だから発酵させて純粋して飲んでねって、なんかこと体調不良、なんか日頃、なんていうかな、体がなんかちょっとおかしいかなって思ったら、これ飲み続けてもいいかもかね。だいたい一瓶で1ヶ月ぐらいにて、30ミリずつ飲んで900ミリやからね。30ミリ言ったら大さじ2杯やん。ああまず。はい、ってことで、でやっぱ病気のね、気になるとがんとかあったりとかいうの人はやっぱ倍ぐらい、60とか100だやろな、100ぐらい、朝昼晩30ずつみたいなの飲んでもいいかもわからへん。でもあんまり飲みすぎるとまた逆にね、肝機能でも、そんな肝機能を言わすのはもっとそのコップにいっぱいグビグビ飲んだらダメやと書いてあったから、飲み続けたらねって書いてあったから、だからまあ1日60とか100ぐらいまでやったらええんかもわからへんけどね、間違えてもね、1日1瓶体にええからって1瓶飲んだらあかんねやろうけどね。ということでね、体にいいのか悪いのか分からへん野菜ジュースを。これも塩分不使用のやつやから、塩分の保存量も不使用のトマトジュースと野菜ジュース 100% のやつと、みちょ入れて飲んでね。なんか別に体にいいとか体気遣って飲んでるわけでもないね。なんかじゃん、こう食べたいもの飲みたいもんが食べ時やったらちゃうもんからね。だからまあそれが飲みたいなと思って飲んでるだけのことで、まあまあまあ、こんな感じで、今日はあっちゃんながら何も食べる気せえへんので、あっちゃんの昼ご飯こんな感じで、終わりにしたいと思います。はい。ということでね、また夜食欲が出たら何か食べようかな。子供もまたね、リクエスト聞いて何か作ってあげたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの昼ご飯、のにと、野菜トマトジュースと、
ゆで卵とバナナとチーズでした、よかったよと思ってくれたら高評価で、ね、まあ、たまにこんなんもいいよね、またそういうあのトークだっちゃうね、雑談と、まあ、こういうねあの適当なものを食べる動画また見てくれるっていう人はチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。